こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。未だ世界では F-15 戦闘機が売れているという話を聞くが、あの米国でも F-15 戦闘機を導入するか検討している。ヒット商品になっているボーイングだが、その後継機としては、まだヒットするものは作り出せていない。そんな中、2019年2月、山口県沖に F-2 戦闘機が墜落したという報道がありました。幸いなことに、パイロット2名は無事でした。さて、その墜落した F-2 戦闘機について話していこう。F-2 戦闘機は第4世代と言われ、現在日本で主力戦闘機の一つとなっています。この第4世代戦闘機の特徴として、機動性に優れ、高性能レーダーにより、長距離の索敵能力にも秀でた上に、ミサイルの命中精度もすば抜けていると言われます。この F-2 が開発されるまで、どんな道のりがあったのでしょう？ちなみに、F-2 戦闘機の値段ですが、約126億円だそうです。自動車ではなく、戦闘機ですから、この価格が高いのか安いかの判断も、一般人にはつきかねるところですね。多くの人の見るところ、形は、やはり F-16 戦闘機に似ているようです。というのは、F-2 戦闘機は、F-16 戦闘機がベースとなっているのです。当時の計画では、国産の戦闘機を作ろうと目指していたのですが、アメリカのロッキード・マーティン社からの打診を受け入れ、F-16 戦闘機を基本とした計画が最終的に決定されたのでした。余談ですが、今の中高年の人たちは、ロッキード社と聞くと、同時に、田中角栄という固有名詞をセットで思い出す人が、多いのではないでしょうか？40年以上も、前の1976年、昭和51年、元総理の逮捕という、大スキャンダルが日本中を席巻しました。ロッキード社が日本へ航空機の売り込みを図り、その中で賄賂を送ったとされる事件です。田中角栄はそれ以前にも、金脈問題などがあり、総理の座を降りてはいたのですが、このロッキード事件で、政治力が衰退しました。この事件に関しては、当時、中国との国交回復を成し遂げ、中国寄りになっていた田中角栄を排除しようとしたアメリカが、黒幕だという説があります。そのためか、現在でも田中ははめられたという陰謀説が、後を絶ちません。本題に戻りますね。F-16 戦闘機をベースにした F-2 ですが、サイズはちょっと大きくなったようです。もちろん大きくても、スピードは大切ですから、軽量化がポイントになります。日本独自の方法で、軽量化に成功したそうです。航続距離は 4000km なので、かなりの長距離が飛べるようです。
F-15 戦闘機は 4600km ですから、数字だけ見れば、大した変わりはないと、思うかもしれませんが、実際の 600km というのは、相当な大きい差と言えましょう。また、今や、必須のステルス性を備えた戦闘機 F-35。この航続距離が 2200km です。F-2 戦闘機は約2倍の長さが飛べます。ということは、広い範囲での任務もこなせるということです。案外、優秀な性能を持っている機体なんですね。F-2 戦闘機は日本の災害時、空を防衛する任務を担っています。緊急発進スクランブルとはまた別の任務です。日本に災害時が発生すると即飛び立ち、上空からの被害状況を把握します。と同時に諸外国からの領空への侵入を防いでもいるのです。災害時には外国の戦闘機や偵察機が間を置かずに日本の上空に飛んできているそうですよ。何のための飛来なのか、邪推するとゾッとするような気がしませんか？報道はあまりされませんが、この事実を知っている人は少なくはないそうです。知る人は昔から知っていた事実ということなのでしょう。第5世代戦闘機として有名なのが F-35 ステルス戦闘機です。この F-35 と F-2 を比較すると、単発ジェットエンジンでの機動性に関しては F-35 が劣っているようです。この点は、開発時点からの欠点とされてきました。しかし、ステルス戦闘機として考えた場合には、F-35 は最強と言えるでしょう。要するに、使い方次第でどうにでもなる柔軟性を備えた機体が、F-35 ステルス戦闘機というわけです。実は、F-35 もアメリカ製で、ロッキード・マーティン社製造です。なんとか、日本国産の第5世代戦闘機を作りたい、ということで、IHI 救命、石川島播磨重工が開発研究を行っているとの話もありますが、未だに、エンジンの研究で足踏み状態とか、F-3 計画については別方向に進んでいるという見方もあります。それが無人化です。つい先日、F-16 戦闘機の無人飛行が成功したことを考えると、F-2 戦闘機にも同じシステムが導入できると思われます。簡単に言うと、無人で離陸し、飛行し、狙った標的を攻撃して、出発地に帰還できるのです。もはや、戦闘機も無人化の時代に突入したということでしょう。そして、もっと技術が進めば、シューティングゲームのように一人のパイロットが複数機を操り攻撃するという時代がやってくるのかもしれません。そして光の速さと言われる第6世代戦闘機。このタイプの戦闘機を開発すると予定を言っているうちに諸外国で
どんどん開発が進んでしまい、日本は時代に乗り遅れてしまいそうだと焦ってしまうほど、戦闘機の開発スピードは上がっています。高性能化した 3D プリンターは、あらゆるものを作ることができるようですが、なんと F-22 ステルス戦闘機の部品すら作っているといいます。あまりにも有能な 3D プリンターを使って、体の一部、性器を複製したということで、事件になったこともありましたね。この 3D プリンターも戦闘機のみならず、今後の世界を変えてしまう要因の一つであることは間違いないでしょう。戦闘機の開発は日進月歩です。一般の人々が知らないだけで、すでにもう驚くほどの高性能の戦闘機が現実化していると思われます。技術の向上と合わせて、無人化ロボット操縦の戦闘機の開発がこっそりと進められていたら、将来的に一体どのような戦闘機が開発されるのかは誰にもわからないでしょう。